ノートゲルトはドイツやオーストリアにおける地域通貨。20世紀の初頭、ドイツ国内では多くのノートゲルトが発行された。この通貨は通常のものでなく、ドイツ中央銀行ではなく様々な機関によって発行された。したがってそれは法定貨幣ではなく支払いのために便宜的に使用されたものであり、地方コミュニティの中でしか流通しなかったが、 公的な通貨に代わる保管通貨として利用された。ノートゲルトは主として紙幣の形で発行された。他には硬貨、革、絹、リネン、切手、アルミホイル、石炭、再生紙等の形も使用された。1917年から1919 19年にかけて発行された各地のノートゲルトノートゲルトの最初の大規模な発行は第一次世界大戦中に行われた。 戦費負担によって引き起こされたインフレは、効果の価値を額面以上のものにした。多くの機関が効果を貯蔵し始め、さらに、効果の鋳造に使用される金属は、軍需物資の生産に必要とされた。金属の深刻な不足が引き起こされたが、紙幣による代替によって改善された。1921年、ミュンスター・マイフェルトで発行された1マルクの額面を、 持つノートゲルト戦争終結後もインフレはじわじわと進行し、1920年には効果の地金としての価値が紙幣の価値を上回り、地方自治体や商店が1ペニヒ、2ペニヒ程度の額面のノートゲルトを発行した。これらの紙幣は非常に多彩であり、すぐにコレクターの収集目標となった。シリーズ社員と呼ばれる。 続きもの,の絵柄を採用した収集家向けノートゲルトは、学面や衣装、材質に工夫が凝らされていた。複数のノートゲルト専門雑誌が発行され、実在しない自治体から発行されたものまであったという。また、値上がりを期待する庶民にとっての登記対象となった。またイベントを告知するための広告的なノートゲルトや、 政治的なメッセージを込められたものも発行されている1922年7月にはシリーズ社員をはじめとする上記を一したノートゲルトは発行が禁止され通常のノートゲルトも発行にはライヒスバンクの許可が必要になった発行を許されたノートゲルトの額面もインフレの影響で巨額化し1000マルクの額面を持つものも現れた1923年 ビーレフェルトで発行された1億マルクノートゲルト1923年、ベストファーレンで発行された5000万マルクの額面を持つノートゲルト貨幣1923年にフランスがルール占領を行うとマルクの価値は急激に下がり、最終的には戦前と比較して1兆倍にも及ぶインフレとなり、高額紙幣が次々と発行された。パピエルマルクと呼ばれる 公式な通貨は信用を失い、各自治体はノートゲルトの発行を一層推し進めた。10月にライヒスバンクはノートゲルトの発行をし企業にも条件付けで認めた。加熱化するインフレの中でノートゲルトの額面はさらに増大し、100兆、200兆の額面を持つものや額面自体を持たないものも発行された。 この時期までに発行されたノートゲルトの総量は150億枚、発行総額は10億金丸く近くに達すると見られている。ライヒスバンク総裁のヒャルマル社派とは、ノートゲルトの発行がインフレーションで利得を得るに最も安易な方法であったので、地方自治体ばかりか、特に大民間事業において多分にかつ好んで行われたとしながらも、1923年の 凶暴的な価値定落に際し緊急貨幣は、不十分な帝国銀行券の供給を補うのに、大きな役割を演じたばかりでなく、信用提供の面で大きな意義があったと論評している。ノートゲルトは発行後まもない段階は、商品やサービスと交換可能であり、本来の紙幣より高い価値を持っていた。しかし日々進行するインフレによって、その価値は芝叩く間に低下していった。 11月、ライフィスバンクは連転マルクを発行し、1兆分の1の出のみが行われた。さらに11月17日には、22日以降、ライフィスバンク各支店は、ノートゲルトをはじめとする緊急紙幣の受領を禁止し、ライフィスバンクが保有するノートゲルトを発行元が買い取るように請求することを求める会場を出した。ノートゲルトの多くは、紙切れ同然となり、 腰回収業者によって引き取られた。各発行団体は、高額なノートゲルトを回収し、レンテンマルクと交換している。1924年7月頃までに、この交換は終了した。ありがとうございます。